こうやって見るとほら、要は、ね、ここ何回も海に流れ込んでるので、このハワイ島がこう面積が広がっていくっていうのはすごい分かりやすい。約、3000年から5000年前は海はすぐそこの崖の下にあった。あ、そのすぐ。そうそう。